どうもボンクラのドイツ担当コミですとですね、ゆうたさんからちょっと挨拶変えてみたらということだったんで、ちょっと、言ってみました。まだしっくりこないんですけどね、これからまたボンクラにもたくさんこう立たせていただく機会があればですね、馴染んでくるかなと思いながら、ちょっとね、アピールしていこうかなっていうふうに思ってるんですけども、さて本日こちら、TH コンプリーターさんからですね、動画をお届けしたいと思います。こちらのクラン、JWC の J1 にも所属している、まあ、強豪クランでですね、ご存知な方はご存知と思うんですが、最近その、まあ、対戦の風景を見させてもらって思うのが、イエティがとにかくうまいんですね、皆さん。元から強い戦術なのは、まあ、その通りだと思うんですけども、やっぱりそれの使いこなし方が、まあ、本当にうまい。いろんな配置にうまくこう適応させていくっていうね、そこら辺の、なんていうのかな、イエティを成功させるコツっていうのもですね、本日は、この TH コンプリーターさんのアタックから見ていきたいというふうに思っております。でですね、本日ちょっとね、失敗リプレイも含めて合計5本見ていきたいと思うので、スピーディーにちょっとね流していきます。まずはですね、一番オーソドックスな、イエティのアタック、多分これかなって思うのをですね、ご覧いただきたいと思います。どんな形で攻めていくかっていうと、ここですね、ここまずグランドウォーデンのお出火でこうカットをしていきますね。で、次、イエティをここにジャンプを打ってですね、ここにジャンプを打っていって、イエティの大群をこう中にこう進ませていきます。で、こっち側に関しては、投下弊社ですね、こいつを当てていくっていう感じですね、こっちに。で、両脇のカットをしていきながら、イエティを中心に向かわせていくっていう、まあ、そんなような格好になって、くるんですけども、このイエティ戦術をまず成功させるポイントっていうのは、一つ重要なのが、しっかりイエティを村の中心部に送り込むというところです。で、そのために、グランドウォーデンで、壁の内側までこうカットをしていってますね。本当は、まあ、欲を言えばこの多分インフェルノまで降りたかったと思うんですが、ちょっとですね、サイドカット用に出したイエティが思いのほか進んじゃって、この防衛援軍つっちゃったんですね。なんで、グランドウォーデンのオディヒーでこれ降る前に、クイヒーが登場したというところで、ちょっとこれは予想外の展開かなというふうに思います。まあ、ここからの修正がお見事なんでね、見ていってほしいと思うんですけども、さて、ここですね、イエティをジャンプで壁の中に入れてからクエイクで穴を開け、でですね、頭部のタイミング、ここですね、まだこのギガインフェルノが起動してないこのタイミングで頭部をかけていきます。で、かかった頭部に乗っかって一気にイエティがギガインフェルノを追っていく、ですね、ここがすごいこのイエティの2つ目の大きなポイントで、1つ目のポイントっていうのは、今言ったようにサイドカットをしっかりして中心部にこうイエティが入る格好を作っていくというところで、両脇はですね、今これロイヤルチャンピオンがいますが、しっかりこういう風な形でですね、ロイヤルチャンピオンなんかを使って、しっかりここ、脇からこうカットを入れていって、イエティが流れないようにですね、中心に入ったイエティがしっかりと束になって一方通行で歩いていくように仕掛ける。で、もう一個はこれギガインフェルノ、これには本当に注意した方がいいです。この次に見ていただくのが、ちょっとですね、残念ながらこの同じ村で前回取れなかったイエティラッシュになるんですけども、敗因はやっぱりこのギガインフェルノになってくるんですね。こいつがイエティを止めるもう最大最強の防衛施設といっても過言ではないと思うので、まあ、今回ファルコンさん少し早めにトームを使ってましたよね。ギガインフェルノが起動する前に使ってましたが、これは事故を防ぐためです。まあ、本当にベストのタイミングはギガインフェルノが起動した直後、今使うのが一番ベストだと思うんですけども、その時に、まあ、グランドウォーデンの枠、このエナジーサークルの枠ですね、枠にイエティが入ってなかったり、ないしは何かしら別の作業をしていて、トームを使い忘れちゃうとかね、ミスアップしちゃうとか、いうリスクがあるので、であれば、事故らないように早めに使っちゃった方がまだいいだろうということで使ってました。で、これをですね、もしもできないとどうなるかっていうのが、こちらですね。見ていただきたいんですが、このですね、ジローさんも2戦目は1番からこう前回取っている、まあ、すごい上手いプレイヤーの方なんですけども、1戦目ちょっと残念ながら失敗をなさってます。この失敗が何なのかっていうのをちょっとご覧いただきたいと思います。非常にですね、これ参考になる失敗なので、覚えておいてもらうといいんじゃないかなと思います。イエティ使う方には多分必須の、知識かなというふうに思います。形としては、ここにクエイクを打っていくんですね。クエイクを。
笛子を打っていって、ここにジャンプの呪文を打っていき、でイエティたちを、こちらですねからこう流していくというようなプランになっていきます。まあ、ここはグランドウォーデンのオディヒでカットですね。でこちらたちがバーバリアンキングでカットするのかな。まあ、そんなような形だったと思います。で、なっていくんですけども、何が失敗かというと、これですね、ギガインフェルノにイエティが散々焼かれちゃうんですね。ちょっとどんな風に焼かれているのかを見てほしいと思うんで、今グランドウォーデンのお出日、しっかり時間かけてますね。1分間ぐらいはやっぱりかけても、大丈夫かなと思います。イエティラッシュだと、イエティの突破力がちゃんと機能しさえすれば、まあ、1分間ぐらいのグランドウォーデンのこのお出日パートは、まあ、そんな問題ではないですね。さあ、投石機まではちょっと降りきれないかなというところです。そのまま、キングでここですね、サイドカットを入れながら、ここ、クエイクで穴を開けてイエティを流し込んでいくと。このクエイクお見事ですよね。ここでギガインフェルノが起動しちゃうと、これまた大事故につながるので、まあ、非常にこれは、気をつけるべきポイントなんですが、誤算なのは、これグランドウォーデンが今トームを使わされちゃったんですね。なかなかイエティの方に合流しなくて。そのおかげで、アイスゴーレムが出てきたここのところで、イエティが捕まっちゃって、思いっきり、今、ギガインフェルノの攻撃プラス爆破ダメージを、ヒーラーすらついてない状態。ヒーラーも今全然イエティにスイッチしないですよね。してない状態で食らっちゃったんですね。トームも使えなかったんで、もう完全に、イエティが無防備状態で撃たれまくってしまったことで、見てください、これ。なんと、さっきあれだけ止まらなそうに見えたイエティが、このギガインフェルノ周辺で全部やられて、もうほとんどこの辺の施設が壊れてない状態にこうなっちゃってますね。これなんですね。イエティラッシュ系で一番怖いのは、ギガインフェルノ の例えばその爆破ダメージを回避するために、ギガインフェルノがそのイエティを攻撃してるのにトームを温存しちゃうとか、あとはヒーラーがスイッチしないとかですね、いうような格好で、イエティがもうギガインフェルノにこう撃たれまくってる状態が続いちゃう。この状態を作ると、爆破ダメージもそこにオンされて、あっという間にイエティが解けちゃうので、きっちりですね、クエイクをかけるときなんかも、ギガインフェルノが起動しないようにクエイクをかける。で、ギガインフェルノが起動したら、もう早めのトームを使っていく。これがイエティ戦術を、成功させる、の一番重要なポイントになってきます。まあ、あとはですね、バーバリアンキングが今回、こっちをこうカットしてくれてましたけども、キングのカット等を使って、しっかりですね、イエティがばらけずに中心部にこう、まとまって入っていくような格好を作る。まあ、っていうのもですね、まあ、非常に重要になってくるので、この二つですね、気をつけながらやってもらうと、ミスっていうのはかなり減ってくるんじゃないかなというふうに思います。でですね、もうちょっとですね、3本ほど見てもらいたいんですが、こちらですね、エンペラダーさんが撮ってくれているマリオさんですかね、相手に撮っている、このイエティラッシュもまあお見事です。で、今回のこのイエティの場合には、ここから入っていくんですね。ここにクエイクを打っていって、で、イエティたちをガツンとこう中心部からこんな感じで流していくんですね。うん、で、グランドオーデンのお出日で、ここのインフェルノをこれを狙っていくという格好ですね。ここをカットして、で、こちら側は確か、投下兵舎をぶつけていくのかな。キングプラス投下兵舎だったような気がします。で、カットを入れていってからのイエティですね。ここからイエティと。まあ、いう感じになります。で、今回のこの7番は、はっきり言って、イエティはやりにくい配置だったんだろうなって思います。今回、エンペラダーさんが攻めたのが確か4回目のアタックかな。まあ、かなり回数重ねていってるんですけども、やっと取れたというところですね。なので、こういうふうにですね、長細い配置には、やっぱりイエティって、まあ、非常に、察しにくい、ところがあるかなっていうのは、まあ、定説ですけど、私もそう思います。で、今回の、エンペラダーさんのアタックもですね、まずクエイクをこう打って開けていきますね、壁。で、その後ジャンプ持ってないんですね。なんで、さっき言った天敵であるこのギガインフェルノ、まあ、こいつのケアっていうのが非常にしにくいような状態になってしまっているというのが、今回の、まあ、攻めのちょっと難しいポイントです。まあ、結果的にはですね、パーセンテージを稼いで、起動したこのギガインフェルノに対してイエティのこのミニエティが突っ込んでいったり、あとは、アーチャークイーンも確か殴っていくのかな。違いますね。イエティがそのまんま、
壁突き抜けて殴ってきましたね。フリーズで止めたんですね、ギガインフェルノのダメージを。でさらにヒーラーもついてるんで爆破ダメージも回復できるというところがでしたね。はい、ただやっぱりこういう風なところで区画が残っちゃうんですね、宿泊なんで。そういうところに関しては、まあ、ロイヤルチャンピオンで今回ケアをしてるんですけども、まあ、さっきのような本当に真四角の陣に比べると多少こう両サイドのケアっていうのを、気をつけてやっていかないと、最後イエティがこうばらけて、あとは、ばらけたイエティがその括弧撃破されちゃうような、ケースっていうのも、十分起こり得るので、まあまあさっきみたいな本当に配置に比べると、注意が必要かなと、いう気はしますね。はい、ただ今回はもう最終盤ここら辺までイエティが入ってきてから、ここに関してはもう惰性でしたね、完全に。あのイエティの勢いを借りて押し切ったっていう感じなんですが、まあそれができちゃうのがこのイエティ編成の、強みでもあるので、なんていうかな、その形をいかに作るか、さっきも言ったようなところですけども、序盤のサイドカットをしっかりやってイエティを中心部に入れる、さらに、ギガインフェルノのダメージっていうのを、しっかり完封するように、まあ、今回で言えばフリーズを使ってヒーラーがしっかり と、イエティにスイッチしてるんで、あと爆破ダメージだけは回復してくれましたというところですね。この辺のケアができると、イエティっていうのはなかなか止められない、やっぱアタックになってくるのかなというふうに思うところです。これですね、こちらも秘書剣のアタックです。確か2回目か3回目で、クルダンさんが取っていらっしゃったアタックになるんですけども、簡単にお話をするとプランニングとしてはここですね、おでひを使って、カットをしていきます。イーグルまではカットをしていきません。多分時間がかかりすぎちゃうし、そこまでいくと多分バーバリアンキングを吸っちゃうので、これですね、ババキンを吸っちゃうと当然グランドウォーデン落とされちゃうので、まあ、それを嫌っておそらく奥まではいかなかったのかなと思います。まあ時間も結構かかってますしね、ダックエリのタンクとかあって。でイエティたちはここからですね、ガーンとタウンホール方向に一直線流していくんですけども、ここに関してはこれですね、突撃艦を当てていってケアしていきます。でここからは、ロイヤルチャンピオンですね。まあ、そうすることによってもうイエティのルートを完全にこういう風に直線化しちゃうっていうところが、まあ、この攻めのポイントなんですけども、ちょっと私不思議だなと思ったのは、これクエイクをど真ん中に使うんですね。このここです、ここにクエイクを使っていくんですけども、これだったらジャンプでよかったんじゃないかなっていう気もしますね。中盤から終盤にかけてイエティたちがばらけちゃうリスクを考えるんだったら、もうジャンプを使って一気にこのギガインフェルノ方面にどんとこうですね流していってしまっても、ここにジャンプ打ってもまあ良かったんじゃないかなっていうような気はしますね。秘書権だったらそういう判断もできたと思うんですが、まあちょっとそれはグルタンさんのアイデアがね、どんな風になってたのかっていうところによりますね。はい、まあ最終的には、突破兵器から出てきたイエティもこう合流して、あとは惰性でこれまた、最後まで押し切っていくという格好が出来上がってますね。まあやっぱり形が作れたら止めれないですね。サイドカット、序盤のサイドカットですね、ここ、丸1ですね。でさらにルートをこう作ってからのギガインフェルノ、ここが丸2、まあ、この2つさえしっかり気をつけて、あとは、まあ、適宜ヒーラーをスイッチさせながらレイジ使っていきさえすれば、まあ、本当に簡単に取れてしまうような風にも見えますね。これ対策ってまあイエティ対策はやっぱりあれですね、まずいろんな戦術の中で一番重要視しなきゃいけないかもしれないですね。私自身はイエティよりもギガホグの方が、なんていうかな、再現性があるので、その確実さっていうのを結構好んでよく使うんですけど、イエティの場合本当にちょっとミスがあってもワンチャンですね、惰性でドーンと最後押し切れちゃうところがあるので、まあ、それ怖いですよね。確実にそのイエティを潰せるような配置っていうのは、やっぱり作るときには意識して考えておいた方がいいのかなっていう気がしますね。はい、では本日ラストです。こちら雪平さんのアタックになります。これもですね、グランドオーデンのおでひでここをカットしてから、ここに、ウォールブレイカーを当てていって壁に穴を開け、イエティたちをこんな形でですね、ガーンとこう流していくんですね。ここに、ジャンプ、こっちにクエイクという感じで、呪文を使っていきます。
でですね、今回もやっぱりですね、このバーバリアンキングがそのグランドウォーデンのお手火邪魔するんですね。これもしかしたら覚えておいた方がいいテクかもしれないですね。お手火されそうなところの近くにこうバーバリアンキングを置いておくと、そのキングがですね、グランドウォーデン引っ張ってくれて、インフェルノがおられないっていうメリットがあると思います。で、当然ババキの体力すごい高いので、こいつにグランドウォーデンが竹取っちゃったら、もうそこでお出火はもうほぼ終わりかなという感じになるのでね。まあそういう守り方もありかと思います。まあちょっと余談を話すと、このタウンホールとキングを一緒に置くっていうのは結構リスキーで、もしそこに食い火なんかが来られちゃうと割とですね、そのまま食い火で、なんていうかな、結構ハイアドバンテージで取られちゃったりもしますね。注意が必要なんですが、ここですね。はい。ヒーラーはまだスイッチしませんが、トームでしっかりギガインフェルノの、ダメージ、プラス爆破ダメージを回避しました。そのおかげで、後からスイッチしたヒーラーが、大量に残ったイエティを回復してるんで、もう止まっていかないっていう感じですね。こうなってくるとイエティが本当に強いです。もう、勢いに任せてガンガン殴り上げていくという形で、まあ、最終、ここの右下の角残ってはいるんですけど、ここのとこですね。残ってはいるんですけど、もう、イエティたちが、ミニイエティを放出しながら壁を殴ってですね、どんどん奥へとミニイエティを送り込んで、壊していきます。恐ろしいですね、これ。もう壁の中も外もイエティにやられちゃうとなると、ねえ、まあ、どう対策するのかって本当難しいんですけど、まあ、とにかく、こんなような形で攻め手側からすると、まあ、イエティっていうのは、ちゃんとポイントさえ抑えれば、前回が全然ね、多少のミスがあっても取れてしまう、本当に、対策が難しい、守る側からすると対策が難しい、戦術なんで、もう今回ですね、TH コンプリーターさんで、見ていただいた、まあ、ポイント、まあ、グランドウォーデンの、お手火でカットをしてから、逆サイドをバーバリアンキングないしは、動画弊社でカットする、まあ、今回言ったらここですね、ここ、グランドウォーデンで、カットしていってこっちに関しては、投下弊社ですね、これ。まあ、ここにありますけど、こいつですね、こいつ。で、カットしていく。ドーンとイエティを流していって、で、そのまま奥にクエイクを追っていくと。入りのね、ギガインフェルノがある近くではクエイクはやめた方がいいですね。起動しちゃってイエティが相当ダメージ食らうんで、まずやっぱりこの、一つ目はカットをしっかりするという点。で、二つ目はこのギガインフェルノの処理をどうするかですね。うん。こことここが丸1、ここが丸2ですね。で、これをしっかりやっぱケアしていきながら、あとは壁をどうクリアするか、ジャンプ、クエイクを使っていくという形を取ると、ですね、イエティラッシュ成功する率がすごい高まっていきますので、このポイントっていうのはぜひぜひ押さえてですね、皆さん、イエティ使ってみたいという方、ないしは使っている方は、アタック、決めてみていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画はこの辺りにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日この辺りで失礼いたします。バイバイ。